ついに始まりました。改めてインビテーションへようこそ。もうちょっとすでにうるっと来てるんですけど、でもそこはぐっと耐えて楽しみたいと思います。本当によく来てくれましたね今日、本当に。ね、毎年8月21日の結成日はいろんなことをねやってきているんですが、まあ15周年、今日で結成15周年ということで、まあそういう節目の年にはね大きなイベントをやりたいということで、まあ、2021年の8月21日には絶対に大阪城ホールでやろうっていうのを本当に何年も前から決めていて、でそのね今日の日のためにいろんな準備をしてきたんですが、まあこの1年ぐらいのね世界の状況を考えると、いっぱいみんなにとっても自分たちにとっても苦しいことがたくさんあって、去年はね悔しくもライブが有観客では開催できなくって、でもなんとかオンラインっていう形で配信でのツアーをやったりとか、まあいろんなことを試行錯誤しながらこの1年乗り切って、でも絶対に15周年の大阪城ホールだけは絶対にみんなと一緒にライブしたいってずっとやっぱり思ってたので、もうどん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 やっぱり今この状況が悪化していくのすっごい怖くて、そんな中でみんなも絶対に怖いしいろんな不安がある中でこれだけの人が今日ここに集まってくれたっていう、もう本当もうその事実だけでめちゃくちゃ幸せです。ありがとうございます。過去にもね2回大阪城ホールではライブをやってるんだけど、でもなんか不思議とその時よりもなんかものすごくみんなとの距離を近く感じるし、みんな一人一人の顔がすごくよく見えます今日。なんかでもそれは私のなんだろうな心の問題なのかもしれないんだけど、でも前にライブをやった時よりちゃんとみんなを感じながら今日を迎えられてるなっていうのも今とっても嬉しいです。後ろの方の人たちとかスタンドの方の人たちもバッチリこっちから見えてますんで、見えてるよちゃんと、手振ってくれてるのもちゃんと見えてるね。だから声は出せないかもしれないけど、でもバッチリアクションで示してくれたらちゃんとみんなの気持ちこっちに届いてるので、楽しい時は楽しい、嬉しい時は嬉しい、最高っていう気持ちをどんどんこっちに伝えてもらえたらなと思います。もうとにかく今日は全員で最高の夜にしていきましょう。よろしくお願いします。
今日は配信でもねお届けしてますからね、もともとここの会場にジョンホールに来ようとしてたけど、でも状況を考えて配信に切り替えましたっていうコメントもたくさんいただいていて、それと一緒にごめんなさいって一緒にお祝いしたかったけど、ごめんなさい配信に切り替えますって言ってくれる子たちがほとんどで、本当に謝らなくていいの、全然配信で見てるみんな全然そんな気持ち持たなくてよくって、それはそう、もうみんな自分の命は自分で守るべきだし、自分の楽しみ方は自分で決めるべきだから、だからどんなね状況でもどんな対策をしても、でもとにかく今日会場に来てくれる人、配信で見てくれてる人がとにかく幸せであればいいなと思っています。なので大阪城ホールに来てくれた人たちだけがいいわけではなくって、今日この15周年を一緒に迎えよう、15周年 の, 一緒ライブを一緒に楽しもうって思ってくれてるみんなを絶対今日はハッピーにするつもりで私今日来てるのでだからもう今日は全部任せてくださいこっちにね。初めてスキャンダルのライブ行くよっていう人もいた、コメントとかでねそうやって教えてくれてる人もいて、だからスキャンダルのライブってどんなんかなって思ってる人もいると思うんですけど、でも本当にスキャンダルのファンのみんなめちゃくちゃ優しいし、絶対リードしてくれるはずだし、さらにその一歩先私がリードするんでね、なんで今日はもう身を委ねて思いっきりもう何も考えずに思いっきり楽しんでいってください。よろしくお願いします。まだちょっと始まったばっかりで、あんまり長々喋るのもなんなんで、どんどん行きたいんですけど、いいでしょうか。オッケー、じゃあ最後までよろしくお願いします。
私の名前を呼んだ何の変哲もない、毎日のそれを幸せとなずと呼んだ浮かれた日々、明日もこれでいい。君の心は何のままか、何の保証もない、二人のこと深い海に迷い込んだようだ、永遠に続く先は透明。心を揺らゆらかゆるすの冷たくなる、はじめ風は乗る。
季節は聞いたね商店街のあの公園も寒さに負けずにひらひらと今年も満開を迎えてます一緒に歩いて夜は綺麗に明かりが灯ってたね短い歩幅で着々と私も一歩ずつ歩いてますもらえてますか。ありがとうございます。今回初めてみんなが今手につけてくれてるザイロバンドってやつを導入しまして、
ね、曲の間もいろんな色に光ってるんですけど、からこっちからその客席が光ってるっていうのが初めてなんで、そうだね、それはそれですごい。すごい昔にさ、うん、アニメのイベントでさせてもらった時にサイリウムは見たことあるけど、はいはいはい、こっちは初めて。そうね、あのワンマンではないじゃない。ないんです。そうワンマンではないから、なんかそれもそれでこうみんなも演出の一つというか、みんなも一緒になってこう曲をなんだろうな、うんね、やってくれてるような感じがして、とってもあのグッときてます。今すごい綺麗よ。ちょっとじゃああれかな、バースデーガールに一言もらっとこうかな。バースデーガール。そうじゃんそうじゃん。ねえ。はい。スキャンダルリナ30歳になりました。おめでとう。ねえありがとうございます。バンド結成日と誕生日がたまたま一緒っていうことで、うん、あのライブでお祝いしてもらえる日が多いんやけど、うん、なんと人生の半分バンドして生きてきました。ねね、15年だからね。いやなんかさっき改めて裏で、うん、15年も一緒にいんのっていう。うん、話をふとしたじゃないですか、うんうん、長いよね結構ね。長いよね。中学生だからね。そう中3、15歳だったら思春期です。やっとなんかこう自我が芽生えてきたぐらいですかね。やりたいこととか見つかってるかもしれない。見つかってるぐらいの感じしますよね。でもなんか見つかってるよね、うん、私たち。、うん、見つけたね。最近見つかってるよね。なんか、まあ、いろんなことをやってきて、うんうんね、あのどうだろうね、まあ、いっぱい曲も、ね、出してきてるし、アルバムとかもいっぱい出してきてますけど、うん、やっとなんか、まあ、最近自分たちらしさというか、ねうんうん、なんか自分たちのこう居心地のいい自分たちみたいなのを、うん、なんかようやく見つけられたような気がしていて、本当に15年もね長くやってきたんですけど、うん、15年続けてきたからなんか今の自分たちに出会えたなっていう喜びもあったりして、なんかそういう喜びをみんなと共にできているのがすごい嬉しいなと改めて感じる15周年ですね、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もう今日から16年目に突入ですから、はい、はい、16年、ややこしいよな、それその言い方。そうなんだよね、確かにね、16年目に突入。周年とさ、うん、周年と年と年目ってむずいよね、うん、そうね、周年で統一しようよ。じゃあ15周年やんな、あれ、はい、15周年、15周年で、周年だと今日で15周年。そうだよ。え、周年は終わるの？え？え？終わらないよね。どういうこと？え、どういう意味？知らん知らん知らん、ちょっと待って、どういうこと？難しい。もうやめるこの話。でもね、16年目に入るってことやな、はい、そうですね、うんはい、まだまだやっていきましょうということです。はい、わ、はい、かりました。なんかそう、昨日もなんかラジオでも言ってたんだけど、うん、あのそのやめ方わかんないよねっていう、あスキャンダルのってことね。そう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 、うんうん、いいよまだそんな考えなくて。考えません別に、もうそんなんね、うん、やめようと思ったこともないし ね、 ないしな、ね、別にな、だ多分だからこのまま普通に続いていったら一生やるんじゃないか。わからんけど。体力が尽きるまで、うん、分からんけどね、うん、でもなんかそうこうね、みんながこう30代になってもなんかそういう話してられるの楽しくない？確かに幸せや ね、うん、ね楽しいな、うん、本当にこのメンバーでよかったって思う、うん、こうやってどんどん喋る時間が長くなる。あそうやな、うん、でも今日はいっぱい喋っていいでしょ。ワンマンやからね、ね、いい日だね、うん、そうなんですよ。最近というかね、なんかこう
イベントとか対バンとかだとやっぱり時間が限られてるのに一バンド何分とかって、うんうん、だからでもついつい喋りすぎてしまってそう、ね、この間あの10分押してしまったんですねフェスでねもうできんやでそんなん対バンよ対バンよあごめんごめんごめん対バン対バンフェスはマジで殺されるフェスは5分ぐらいやって殺されはしないでももう二度と呼ばれん可能性はあるよねそうなったら殺されたも同然なんですよ台湾ねごめん台湾が10分押したんですよね押してしまってそうそうなんかだからなんだろうねそういう台湾との台湾とワンマンとの、うん、あの住み分けをちゃんとしなきゃいけないなっていうのもなんかこんな15年やって今学んでおりますおそゆっくりとね、でもまあ今日はワンワンなんでいっぱい喋りたいなと思ってるんですけど、うん、はい、あれよ楽曲人気投票、うん、ねさっき結果発表されましたけど、ね、はい結果どうだったんだろうねみんなあ投票してくれた人、いますね結構長い間投票期間設けてたんで、うん、2月ぐらいからだったよね、うん、ね半年ぐらい半年ぐらい毎日投票してた人もいるんじゃないですかね。いるね。すごいね。ありがとうございます。僕毎日投票できんかったわ。忘れちゃうよね。忘れちゃうよね。そうで、その投票期間結構長かったんで、4月にファンクラブライブをやった時は中間発表的な感じで、その日の4月何日のその日のトップ10をセットリストにして回ってたんで、なんかそのあたりは春頃は結構ライブで聴きたい曲が結構 ね上位に来てたなっていう印象だったんですけど、まあまあそれからも4ヶ月ぐらい経ったんで、そこからランキングもいろいろ入れ替わったりしてさっきの結果になりました。はい、はい、皆さん投票ありがとうございましたありがとうございました。モバイルファンクラブかなの企画で、うん、トップ5を予想するってやつやってたじゃないですか、うん、モバイルじゃないかファンクラブ、ね、そういう企画をそうトップ5をみんなに予想してもらうっていうやつをやってて、でそれが当たったらサイン入り T シャツをプレゼントって考えてたんですけど、なんとですね、当選者おりませんまさかのね誰も当たらないかっていうのにすごく、はい、誰も予想できなかったらしくですね、うん、トップ3は多分、うん、当てた人多かったんけど、うんうん、4位と5位がね意外だったでしょう。分かってたみたいな顔してるけど当てるってない、誰も当たってないびっくりするそうなんだ。あれなんかな、ニアもおらんのかな。ニアおったの、まあ、ニアはいるんじゃない、さすがにピタリ賞はいなかったっていう、うん、瞬間センチメンタルとか、うん、合わないつもりの元気でとか、うん、そのあたりがずっと人気、そうですね、4位とか5位とかにね、そうそうそう、結構いたからね、落ちちゃったね、うん、そうだからうちらが書いたサイン入り T シャツはそのまま誰にもプレゼントされないまま年末の福袋とかに入れようよ繰り越し大サービスそうしよう、もったいない。本当にランキング違えどさ、その5曲を当ててる人いないのかな。それもいなかったのか、それもいなかったんじゃない。それもいなかったのか、どうなんだろうね。難しかったね。でもダメよ、ぴったりじゃないと。はい、はい、厳しい、ダメです、はい、わかりました、とはしません、ね、まあ、でもなんかそういう試みができるのも周年ならではというか、ねえ、ね、まあ、いっぱい曲を作ってきて、ね、まあ、どの曲が好きかなみたいなのもなんか答え合わせするみたいなのもね、周年ならではのことだったので、皆さん参加してくれて本当にありがとうございました。ありがとうございました。じゃあちょっとこんなところでですね、
まあ、いっぱい曲作ってきたねって話もしたんですけど、ちょっと新曲をお届けしようかなと思います。まあ、いろんな曲をね、今あのせっせと作っている最中なんですけど、まあこの、ね、コロナ禍の中でできてきた曲もいくつかあったりして、まあ、この1年ね、みんなにとっても私たちにとっても、まあ、さっきも言ったけど、いろんな出来事があって大変だったりとか苦しかったりとかね、あのした人もいるんじゃないかなと思いますが、私たちにとっても、ね、大切な仲間を亡くした1年でもあって、こう何ともやりきれない気持ちになったりした年でもありました。でもそんな時にリナが曲を書いてきてくれて、なんかこう何でもない、ただ時間が通り過ぎていく、そんな夜の歌を作ってきてくれたので、ここで初披露してみたいと思います。それでは聴いてください。青のなる夜の隙間で。
Bye.
ありがとう。
しい。あーやっぱライブ好きだわねえ本当に。マジでライブできるようになってよかったね、うん、本当にねちょっとずつですけどね、うん、まあこれまでに比べるとねあの本数は1年にライブできる回数とかはね減ってはきてますけどでもねみんながしっかりルール守っていっぱい対策して臨んでくれるおかげでねやっと私たちもこうやってライブができるようになってなんか再出発っていうね感じなんかその節目の年にちゃんとこうやってねあのみんなで会えてよかったですね本当に、うん、ありがとう。あのちなみに配信の方もかなり盛り上がってまして今うちらのね、あの目の前のモニターに配信で見てくれてる人がコメント書き込んでくれてるの見えるようになってるんですけど、ねうんはい、やっぱスキャの曲はいいなとかめっちゃ楽しいとか、ねね、楽しいとかライブ好きライブ行きたいっていうのも言ってくれてます、ねうん、これ見れるみんなも見れるのかな映せる映せるあそうそうそうこういう感じで配信のみんなもちゃんと参加できてるよありがとうありがとう今日は世界52カ国で、ねはい、配信してますからね、うんうん、あのだってもう朝6時、うんうん、とかから見てくれてる国の人たちもいますから ね, ね深夜もあるしね深夜もあるしいろんな時間帯に見てくれてます本当にもう見てるって言ったらめちゃくちゃ盛り上がってきためっちゃ盛り上がってきた。めっちゃ早いわ。ありがとう。みんなおーって言ってるね。こういうさ、うん、アカウント名ってどうやってつけるんやろうな。緊張せん。わかるわかる。そうなんて。友とはちょっと入れたくないやん。入れたくないの。なんか。やりたくないな変わった名前にしたいってこと変わった名前っていうかオリジナリティ出したいやんなるほどね他にも友おるかもしれへんそうだね、うんうん、おると思うねんなそういう人がいっぱい、うん、そうねどうやって決めてんねやろまあなんかそれぞれ好きなものとかじゃないですかうんでも名前やっぱ入れてる人が多いんじゃん、ね、自分の名前そりゃそうやな、うん、そりゃそうや、うん、それが普通よなすごいすごい、ね、嬉しいな行きたかったって言ってるね、うん、みんなねまた会おうね。ね。うん、ちょっと待って、今一瞬だけ本名ですっていうのが見えてる。本名いた。本名を。そうよ、こうやってあの自分の名前をね入れてくれてる人もいるわけだから。いるの。まさかこんな世界に配信されてるとは思わないよね。そうやね。うん、いいな。わ心強いわ本当に。ね本当にね。マジで。嬉しいね。ね当初は会場だけの。予定だったので、うんねうんうん、まあでもいろんな人に見てほしいし、うん、あのもちろんねその配信に切り替えてだったら楽しめるっていう人も、ねね、いるっていうのも分かってたので、うんうん、まあでもそれはなんだろうねこう今ならではの楽しみ方じゃない、ねうん、配信っていうのも、うん、まあスタンダードになってきたりしてて、うんうんうん、どこにいても好きなアーティストのライブ楽しめるっていうのもめちゃめちゃ素敵なことだなと思うのでまあ今に対応して生きていきましょうよみんなでねはい、はい、まあでも本当にいつかマジで全員と会えるのを楽しみにしておりますよし次の曲いきます？いきますか？もうちょっとこっからはみんなの腕の見せ所かなと思うんですけどもねみんなだって今日は発散しに来てるでしょうね
思いっきり騒ぎたいっていう気持ちでも来てると思う。でも騒げないからなんとかして、なんとか気持ちをね、出して楽しんでもらいたいなと思うので、こっからは上げていきますよ。 OK、 大阪準備はいいですか？配信も準備はいいですか？全員まだまだいけますか？あらい、この調子で最後までよろしく。
今日は本当に私たちの結成15周年一緒に迎えてくださってありがとうございます。ありがとう。最後に一曲この大阪城ホールで歌うことをとっても大切にしているこの曲をお届けしてお別れしたいと思います。聴いてください。きっと君はずっとその答えを知ってたんだね。雨降りの夜には傘を差してくれた。
ありがとうございました。スキャンダルでした。アンコールありがとうございます。なになに楽しんでますか？楽しい。もうよかった、本当にできて今日、改めてありがとうございます。ありがとうございます。もう本当にこの状況が一刻も早く良くなることを願うばかりです ね、うん、ね、またみんなで大声出して、ねね、楽しく過ごしたいじゃないですか、うんね、はい、今日配信で見てる人たちも、ね、みんな会場に来てもらって、まあ、そんな日を願ってこれからも頑張るのみですね、うん、はい、やっていきましょう。はい、発表もしたしね。はい、ね、でで今日はね、さっき新曲一曲やりましたけど、うん、また、うん、ワンモアタイムっていう曲を作りまして、はい、9月29日に CD リリースいたします、はい、まあ、今年はね、そんな15周年イヤーっていうことで、うん、エターナルアイボリーと、ね、うん、シングル CD としてのリリースをしてきました。グッズとかもね作って、うん、ね、みんなのもとにたくさん届けられてると思うんですけど、おかしいな、みんなのもとに届いてると嬉しいなと思うんですけど、また今回も CD とかグッズとかカセットとか、はい、うん、いろんな形でリリースいたしますので、うん、9月29日楽しみに待っていてくれたら嬉しいなと思います。え、今日予約できるんですか？もう今日予約できるって。え、そうなの？あら早い、うん、今日予約するとステッカーがもらえるらしいですよ。え、そうなの？はい、サイン書いた。そういえば、うん、昨日書いたな。昨日書いたんですよ、そのサインをね。ステッカーできるの早いなと思った。ほんまにこの間できたのにね、予約できる。このジャケット
このジャケットなんか何日前にできたんやろうね。この曲だって何日前にできたんだよ。本当にそんなことできるんや。今日から予約とかできるんや。できるって。すごい。そうで予約してもらうとステッカーはあのステッカーもらえるけどサイン入りはランダムらしいです。あーなるほどね当てて、あぜひ、はい、ぜひぜひ。じゃあそんな新曲やっちゃいますか。やるっけ。やりますか。ここでこんな告知しといてやりませんわね、ちょっとね、うん今いろんな曲を作っていますね、せっせと作ってて、うん、アルバムの準備をしております。はいまだでもね出来上がってないからあと3曲ぐらい作んなきゃいけないんですけど、うん、ぶっちゃけね、まあ、頑張って、はい、作って、ね、出来次第出来次第出来次第リリースです、はい、出来次第リリースいたしますので、できなかったら一生リリースしないかもしれないあ頑張っては見るよ。そう頑張っては見ようね、うん、頑張ってみようよ、はい、年始ぐらいのリリースを目指して作りますので楽しみにしていてください。よし、じゃあ早速ワンモータイムお届けしたいと思います。まあ、こんな世の中ですがね、あの好きなアーティストのライブを見てる間とか好きな曲を聴いてる間はなんかみんなの心が開放的に楽しい気持ちになってもらえたらいいなと思って作った曲です。聴いてください。ワンモータイム。
地へ飛び出そう。
最後にメンバーを紹介します。オンドラムス、リナ。オンギター、マミ。オンベース、トモミ。そしてボーカルは春菜でした。もう今日は本当に会場に来てくれたみんなも、配信で見てくれた皆さんも、もう本当に今日一緒に迎えてくれて本当にありがとうございました。何度も言えますが、またみんなで会えるのを楽しみにしています。ありがとうございました。スキャンダルでした。写真撮りますか。やおやおです。オッケー。じゃあちょっとせーのでいきますよ。はいはい、タオルとか準備してね、笑顔でね。オッケー、行きます。せーの。もう一回行きます。行きますよ、せーの。オッケー、ありがとうございます。こっちのみんなもありがとう。